どうぞ。やばいなこれ。ただこちらね、はい、だし茶漬け用のお出汁もございますので。ありがとうございます、はい、うわいい香りしてるわ。生まれも育ちも京都のおっさんが京都をメインにたまに全国各地でうまいものを紹介する元祖京都食レポチャンネル、チャンネル登録お頼申します。京都へおいでやす。どうもミスター京都あきです。はい、本日は大手筋にあるあの鳥居がたくさん連なった、はい、飲食店が何軒か入っている場所に昨年2月にオープンいたしました海鮮丼のお店に向かわせていただきたいと思います。もう僕もねずっと気になってて、もうやりすぎ盛りすぎ、ほんでしかも安くてボリュームがすごいっていう、はい、内容でもうずっと行きたかったんですけども、先日たまたま伏見で飲んでる時にそちらのオーナーさんと席が隣になりまして、話に花が咲きまして、今回初潜入させていただくことになりました。ほんでこちらのお店の姉妹店もまた後日撮影する予定なんですけども、本日は第1弾ということでこちら海の京都ギョギョギョさん、はい、初潜入したいと思いますんでよろしくお願いいたします。そしたら行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー、行ってきます。そしたら行ってみましょう。本日は大手筋商店街の納屋町の入り口から入っていくぞ。入ってすぐ右、そしたらねあの鳥居の立ち並ぶ飲食街がありますんで、はい、見えてきたぞ。はあ、到着です。今日はこちらのこのお店、ここ行くぞ。そしたら伏見納屋町工事行くぞ。着きましたよ。ここですよ。オープン前です。はい、ランチメニューですね、はい、いろんな種類にむちゃくちゃうまそうなね、海鮮丼があるんですけどね、今日は名物のこれギョギョギョ丼セットこれいこう。これですね、最後にはこれだし茶漬けもできるみたいですね。おボリューム満点ですよ、これ楽しみですね。あら汁おかわり自由です。はい、ということでやってきました。本日は納屋町工事に昨年2月オープンいたしました、はい、ランチで海鮮丼、ボリュームのすごい美味しい海鮮丼がいただけるギョギョギョさんやってきました。宮津、舞鶴、丹後の美味しい魚がいただけるということで、はい、もうボリューム満点ですよ、見るからに、はい、ということで本日は名物のギョギョギョ丼セット、はい、食らっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。やばいなこれボリューム。
ただこちらね、はい、だし茶漬けのお出汁もございますので、ありがとうございます、はい、またお出汁さえお持ちください、はい、でこちら茶汁なんですけども、はい、ガライでですね下に引いてるお皿お借りください。わ、はい、かりました、ありがとうございます、はい、来ましたよ、すごいボリュームですね。こちらが名物のギョギョギョ丼ぶりです。はい、見てください。このね、お作りのネタは日によって、はい、仕入れによって変わるということなんですけども、今日はこんな感じでね、来ましたよ。むちゃくちゃ綺麗じゃないですか。まあそうですね、ほんでサラダで、こちらがアラ汁ですね。むっちゃいい匂いしてるわ。もうアラの出汁の香りがすごい。こちらはおかわり自由ということですね。はい、まずはこのまま食べて、最後はだし茶漬けにするってことなんですけど、とりあえず食らっていきたいと思います。よっしゃ、まずはこちらからいきます。取れたての京野菜ですね。もう全て素材にこだわられてますね。京野菜サラダ、はじめ。じゃあまずサラダから。京野菜です、これ。はい、うん、うまい。これですよ、あのね、大きい鍋で、はい、じっくり煮込んだあら汁です。これ魚の旨味がたっぷり、コラーゲンとカルシウムで栄養満点ですってことですね。うわー、贅沢に。これ魚のあらがたくさん使われてますよ。これうまいに決まってるやろ。これうまい。もう魚のうまみがガツンと効いたね、味噌汁になってますね、あらに。体に染み渡る感じです、はい、こんなにガツンとね、アラが大量に入ってるんですよ。アラって言ってもね、結構大きいんで、身もね、結構ついてるんですよね。ええ出汁やわ。うまい。魚の臭みとかゼロです。旨味だけ。そしたら、丼いきます。お刺身を特製醤油につけて、ご飯を包み込むようにってことですね。じゃあ、まずは特製醤油をつけて、どれからいこうかね。あ、これいいね、これいきましょうか。むっちゃ肉はその綺麗な魚ですね。そこの方までしっかり詰まってます。むっちゃくちゃうまい。米もね、これね、丹後さんのコシヒカリやから、もう炊きたてで最高にうまいですよ、うん、でまたこれね、酢飯じゃないんですよ。それがいいっすね、はい、もう米のうまさをそのままダイレクトに感じられる。むちゃくちゃうまい。かけていきます。わさび、いや、この下になんかなめろうみたいなのもあるよ。なめろうみたいな、しらす、なめろうとかしらすとか、ほんでこの貝、贅沢っすね。もうぶっかけます。うわー、飯テロっすね。うまそうっすね。一つ一つのね、魚がね、ほんまこれ肉厚でごっついですね。食べ応えバッチリですね。まずこの貝、
東に来てるかのようなそんな気持ちになりますね。このまんまこれね、これうまっ、魚の甘みよ、これどんどん行きましょう。今日はホタルイカ、ホタルイカも持ってますね。これはまた贅沢な、これがありました。これホタルイカ、入ったホタルイカ、うまいわ。ほんでこのナメロいきます。これナメロみたいな、うまっ。なんかしっかり味噌やらなんかいろいろ味がついてますね。もう醤油なしでも美味しい感じで、うん、この麺ボリュームすごい。うん、どれも新鮮やん。歯ごたえもね、コリコリとしてね、もう新鮮なのね、よくわかりますよ。うん、あ、だしお願いします。はい、これがラージ編ですよ。第2の食べ方、だし茶漬け。はい、あ、ありがとうございます。じゃあだしですね。はい、はい、どうしましょう。こちらがお茶漬け用の刺身になりますので、はい、中に入れて、はい、こちら出しかけて召し上がってください。了解です。はい、結構熱いので気をつけて。ありがとうございます。はい、来ました。あ、これ茶漬け用の お刺身がついてますね。そしたらお茶漬け用のお刺身、ごまだれの刺身ですね。これが別途ついてくる。はい、おお、ほんでお出汁です。うわー、いい香りしてるわ。めちゃくちゃいい香り。この味噌が溶け込んでさらにいい出汁になってると思うんですけど、めっちゃうまい。このごまだれめっちゃうまい。この出汁にもっちゃう。身の締まったね刺身、ごまだれに使った刺身です。うまいわ。めちゃくちゃボリュームありますね。もうネタが新鮮で、その日の新鮮なネタを使われてますんで、もう大満足。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということでごちそうさまでした。本日はこちら漁業屋さんでめちゃくちゃ美味しい海鮮丼をいただきましたけど、ボリュームすごかったな。コメも作りも、もう味噌汁もサラダもすべてね、こだわり抜いた品物を使われてますので、ほんまに間違いない。むちゃくちゃうまかった。いやー、こんだけ美味しい刺身が大手筋でいただけるっていうのは嬉しいことですよ。はい、ということでむちゃくちゃボリュームがあってお値打ちの海鮮丼ランチがいただける、はい、お店がありますので、皆さんよかったら来てみていただいたらいかがでしょうか。いや、大満足。お腹パンパンです。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ご視聴いただいている皆様、ありがとうございます。ありがとうございました。うまかった。大満足ですね。はい、また来たいと思います。ありがとうございました。